サイバーステッププレゼンツおにぎり TV。 今週も始まりましたおにぎり TV。 この番組は PC と PS4 で無料で遊べるオンラインゲームおにぎりの攻略情報や最新情報を紹介していく情報バラエティです。 MC を務めるのは大親友は義経ちゃん、静香です。趣味は掲示板嵐、かぐやの二人でお送りします。それでは今週もおにぎりの世界へご案内。おにぎり、かぐやさん、今回はどこに来たんですか？ここは桜島新部です。それって第2回放送にして神食い討伐ってことですか？その通り。おにぎりではプレイヤーは突如現れた神食いを討伐するために旅に出るのです。だからこそ神食い討伐なのです。そして言ってるそばから神食いティアマット登場。なんと桜島新聞のボスはおにぎりでも珍しい2連続ボス戦になります。ティアマット戦の後に桃太郎戦が控えているので、なるべく消耗を抑えましょう。最初に戦うティアマットはよく口から火炎弾を吐きます。うまく側面に回って攻撃を叩き込みましょう。ただし尻尾をモフモフしに背面に回ると尻尾でビンタを食らうので注意ですよ。辻斬り桃太郎戦のポイントは短期決戦。体力は低いけど攻撃力が高いんです。ソロで挑まないで仲間とパーティーを組んで一気に倒しちゃいましょう。しかも体力が少なくなると分身します。気をつけて。辻斬り桃太郎を倒すと桃太郎を仲良しキャラとして連れていけるようになります。義経、特殊能力は武器強化。おにぎり、無料で遊べるオンラインゲーム5万ダウンロード達成。4月16日正式サービス開始。おにぎり PC 版絶賛サービス中。おにぎりで検索、ログインしてね。サイバーステップ骸骨、自分の骨を投げる妖怪です。後半は毎週おにぎりのいろいろなゲームの機能を紹介していきます。今回は武器切り替えその1。おにぎりの世界ではプレイヤーは同時に4つの武器を装備し、瞬時に武器を切り替えることができるんです。キーボードの F キーを押してマウスを任意の方向に動かせば切り替え完了です。また武器にもいっぱい種類があるので、いろいろ試してみてくださいね。刀、斧、槍などの近接武器、遠距離武器の弓、範囲攻撃や支援スキルに特化した杖などいろいろあるのです。ここで突然ですが、サイバーステップニュースのお時間です。ゲーセンに行くのは面倒だけど、クレーンゲームがしたい、最新のフィギュアやぬいぐるみの景品が欲しい、そんなあなたにとれば、ブラウザを立ち上げるだけでリアルタイムで本物のクレーンゲームができます。もちろん獲得景品も発送、 PC とスマホの両方でいつでもどこからでも遊べるクレーンゲーム、とれば。恒例のプレゼントコーナーです。今週も豪華プレゼントを差し上げます。ツイッターでおにぎり TV とツイートしていただいた方から抽選で100名様に漫画おにぎりのコミック1巻をプレゼントいたします。なんと漫画家ほのじさんのサイン入りなのです。ツイートお待ちしています。さらに好評につき、番組終了から1時間以内に無料で遊べるオンラインゲームおにぎりにログインしていただいた方全員に2000円相当のゲーム内アイテムをプレゼントさせていただきます。ログインするだけで誰でももらえる豪華なアイテムです。PC と PS4 で絶賛サービス中です。それでは静か御前とかぐやでお送りしました。おにぎり TV、 来週もこの時間にお会いしましょう。